Select to make your first pick. Get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. Get it on now. Choose and pick the best one. Get it on now. 5, 4, 3, 2, 1. Get it on now. Good morning. First pick. Get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日のマッチはカストージャ対アーレンホフシュタット、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。さあ、選手が入場してきました。さあ、七海さん、この試合のどんなところを注目されていますか？まあ、結局中盤なんですよね。中盤での支配力が勝敗に結びついてきますからね。そうですね、ありがとうございます。このラインナップになっています。カストージャ、スタープレイヤーの面々です。好ゲームを期待しましょう。キックオフ、カストージャ対アーレンホフシュタット、もうほとんど頂上決戦でしょう。エキシビションとは思えないこのマッチアップ。どちらが勝ってもおかしくない試合だと思いますけどね。いかにミスをしないかが大事になってくるでしょうね。はあ、ディフェンスの網に絡め取られます。中央行けるか、どう構築するのか。カット、マルガー、取られてしまいます。一気に前線へのボール。さあ、前を向く、シュート、ここは辛うじてクリアします。ホットレーン、攻撃においては彼がキープレイヤー、司令塔です。狙いどころは良かったんですけどね。チャレンジはしません。後ろに流す、ヘダン、先へは進めない。さあ、展開があるか。さあ、この攻防、ボールはクリア、カウンターですよ。前半13分です。ファールを取られます。前線へ、フーロ、パスでつないで攻め込んでいきます。そうですね、こぼれてますよ。どうだ、これは合わせたかったですよね。まあ、今ちょっと合わなかったんですが、あそこからワンタッチで入れてきたというのはいい発想だとは思いますけどもね。フェルストール、ヘダリ、絶好のパス、味方のサポートが来てませんでしたよね。まあ、ドリブルという選択は間違っていなかったと思いますけども、やっぱり味方のサポートは欲しいところですよね。さあ、裏のスペースを狙います。シュートゾーンです。さあ、打てるか、素晴らしい反応、決死のクリア。さあ、ボールは、これはオフサイドです。ラインギリギリっていう感じでしたよね。微妙な判定でしたけどね。この攻撃は続きませんでした。左サイド、とこぼれている。このボールはクリアです。ヘダン、チャンスですよ。バックパス、
オープンなゾーンだ。渡ります。細かいパス回し、これはキーパーナイスセーブでした。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったですよね。ドルテ、うん、ファールがありました。フリーキックのチャンスです。思わず行ってしまいましたね。さあ今のファール、リプレイです。おっと、足を痛めた模様です。ちょっとね、痛そうにしてましたよね。直接ゴール、素晴らしい先制。直接ゴールに叩き込みました。いや入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。やはり決めるべき選手が決めると流れに乗りますよね。このどんどん決めていってほしいですよね。ドルテ、右サイド駆け上がる、前を向いて受けます。カットされました。背後を狙うっていう考え方は持ってますけどね。ボール際は激しいですからね。デルクセイ、流れるようなパス、クリアします。こういったアーリークロスはタイミングが合えば面白いんですけどね。ディフェンスも対応が難しいですからね。そのまま打つ、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。落とした後なんかフリーでしたからね。ギリギリ勝負でしたね。ガルマノ、ロングフィード、つながりません。中央駆け上がっていく、ドルテ、さあ右へ預けて、ああ、ファールです。フリーキックのチャンスになります。ああ、ここは起き上がりました。見ている限りでは怪我の心配はなさそうです。直接狙った、ゴールキーパー集中しています。直接狙いましたけど、ちょっとあの位置からでは難しいですよね。ここからどう出ますかね。誰を狙うのか。これはファールではありません。ボールを下げてリズムを作るか。アディオ、さあこのロングボール打てるでしょうか。スペースを狙ってきます。上がっていきます。切り込むか、侵入していくか。これはファウルではない。ここで前半の45分が終了しました。さあカストージャが前半終わって1対0リードで折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。カストージャが勢いを持続できるのか。いいボール入りましたね。フリーでしょ。しかも足元へのクロス、どうだ。合わせに行きましたが決めることができませんでした。このような形でどんどん打っていきたいですよね。チャンスをものにできない。さあ抜けてきます。さあ左サイドへ
ボールつながります。コーナーキックのチャンスになります。本日最初のコーナーになります。どうだ、アーレンホフシュタットとしてはサイドのスペースを使うことによって少しためを作ることができますからね。中央突破がうまくいかないときは試してみるのも一つでしょうね。パス交換です。ダイレクト、パスを受けてシュート、しかし決まりません。うまいですね。こういうスペースの作り方は非常に効果的ですよね。これは誰を狙うのか、どうだ、ヘッド、もう一度来た、わずかに右へそれました。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。左サイド、ホットレーン、左サイド駆け上がっていくコットレーン、左駆け上がる、クロスが入る、あ、来たか、決まった、ゴール、アーレンホフシュタット振り出しに戻します。ここで同点。クロスからのヘッド、決まりました。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。さあ、ご覧の通り試合は振り出しに戻っています。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。ここからはお互い力を持っているのでレベルの高い試合になりそうですね。取られてしまいます。ロングフィード、ジロム、このボールはキーパーがキャッチします。ボールを取ります。スルーパス、ダイレクト、ゴール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 ラストじゃ、このゴールで勝ち越し。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですが、いかがでしょう。まあ、相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。さあ、カストージャ、相棒の1点をもぎ取っています。ホットレーン、どう展開していくのか、一気に前線へつながります。クロスを上げる、ヘダ、この試合ですでにアシストを記録しています。さあ、駆け上がる、ボールがつながらない。さあ、前向きます。ヘダ、前線へ出す、打てるか、これはオフサイドです。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。パス当者としては前半よりもボール支配率、シュート数の面で相手が上回ってますね。もう少し自分たちからアクションを起こしてリズムを取り戻したいですね。中央へ入っていきます。どこに出ていくのか、パスは通りません。ヘダ、いいでしょう、
ドルト、ヘダに切り込んでいきます。ドルト、これはファール。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。上げる、見事なパス、絶好のチャンス、ものにできません。このチャンス逃したのは悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。ここは決めておきたい時間帯ですからね。ドルテ、さあサイドのスペースへ、ヘディング、クロスからの攻撃でしたが合いませんでした。この時間帯に離されてしまうと相当厳しい状況になってしまいますよね。マルガー、自分たちのボールであれば点は取られないわけですからね。攻撃を仕掛けていって1点取れればさらにラッキーですよね。ヘダに左サイドです。左サイド上がっていく、アーレン・オフシュタットボールになります。クロスを選択、ヘッド、ゴール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 。おっと、しかしこれはオフサイドか、救いの笛、これはノーゴールということになります。いや惜しい場面ですね。しかし審判もよく見てましたよね。ヘダにスライディング、後ろへ流してフィルコ、中央から渡ります。デルクセイ、さあこのロングボール、ボールつながりません。先へは進めない。さあボールが抜けてくる、カストージャボールになります。上げてくる、これは直接キーパーへ。戻してしっかりと抑えました。右サイドへ振ってボールを受けます。こぼれてる、さあボールを追う、ボールを上げる、中央、最後ここ決めたいですね。ヘッド、ゴール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 食らいついていきます。ダイビングヘッドでのフィニッシュ、決まりました。いや積極的に頭から飛び込んでいったことがこのゴールに結びつきましたよね。素晴らしい選択だったと思いますね。おっと、これは試合を止める笛のようです。という間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあもうプレーは始まっています。アーレン・ホフシュタット、同点に追いついての延長戦です。どう展開していくのか、大きくサイドチェンジ、もういい大きな展開ですよね。これは取られます。
スペースを狙う、パスカットされます。ガリーポート、ロットレーン、展開できるか、どうだ、そのまま打つ、ポスト、これはクリアします。どう構築するのか、延長前半7分というところ、フィルコ素早いパスで攻め上がっていきます。左上がっていく、さあ左上がっていく、どうだ、ここはクリアします。フェルストーム、サイドへ展開します。この攻撃は続きませんでした。どこに出してくるか、さらに返す、フィルコ、ドルテ、どうだ、キーパー直接処理しました。ここで笛、延長戦を折り返します。することができるのでしょうか。さあすぐに始まる延長後半です。すごい試合になってきました。さあ最後に笑うのはどちらのチームでしょうか。通りません。ゲランク、いいボールだ、上げてくる、どうだ、ホットレーン、このアリクロスはどうでしょう、こぼれている、これはオフサイド、相手の最終ラインは見えてたと思うんですけどね。バックパス、さあ抜け出した、デルセイ、一気に前線へのボール、ジロン、スライディングタックルでボールを取ります。中央行けるか、さあカウンターを仕掛けます。サイドへボールを預けます。ボールは渡る、ここから展開できるか、前へつないでいく、これはキーパーがキャッチします。攻めきれませんでしたね。いいとこまで行ったんですけどね。速いパス回し、渡ります、中央へ上げる、ここは一旦コーナーに逃れます。スタジアムが熱気に包まれます。さあ中は人数かけよう、上げる、このボールは合いません、オフサイドです。一旦下げる、ボールは渡る、ジロン、両者譲らず、ここで笛、勝者は PK によって決定、ストージャーアーレンホフシュタット、 PK での戦いになりました。独特の緊張感がスタジアムを包みます。さあまずは最初の一本、ファーストキック、これはキーパーの読み勝ち、ゲランケ決めてくるか、どうだ、キーパー逆を突かれます。うまくタイミング外しましたね。さあ1点を追います。さあどこを狙うのか、
ここも止めてきた。デニフーボン2番目のキッカーです。コースは決めてきました。これで2ポイントリード。ちょっと差がついてしまいましたね。カストージャ今のところ2ゴールビハインド。3人目のキッカー、おっと連続セーブです。カヘイド持ちこたえられるのか。決めるか。最後しっかり決めてきました。アーレンホフシュタット、結果としてこの PK 戦を制し勝利を得ました。さあ七海さん、 PK 戦という結果になりました。試合を振り返ってみていかがでしたか。アーレンホフシュタットとしては